お前の欲しがってるものを持ってきてやったぜ。いいだろう。テレゼ、今助けてやっからな。ダメ、封印の鍵を、封印の鍵をこの男に渡しては。何しやる。早く首飾りをよこせ。封印の鍵ね。テレゼの言う通り、お前に渡さない方がいいような気がしてきたぜ。なんだと。この娘がどうなってもいいのか。テレゼ。あの男がいけないんだよ。なかなか錬金術の秘密を教えてくれないからね。やはりあなたが。ああ、君も同じ場所に埋めてやるから安心しな。バカなこと言ってんじゃねえ。ほら、こいつが欲しいんだろ。受け取りな。ルパン。いいとこに出てくるぜ。まったく、ついに我が手に。クホリンの魔装を備え、無限の力を持つ解放者よ。大抵の夢、ケマの英知の結晶が我が手に。タロスを起動させてはダメ。500年の時を経て、いよいよランドルフ2世の怨念を晴らす時が来た。このタロスが世界中を恐怖と混乱の渦に叩き落とすのだ。ありゃ、なんだ、でかい。試運転代わりにお前らをひねりつぶしてやる。無駄だ。くそ。これだ。次元、こいつで撃て。うん、黄金の弾か。させるか。そろそろ行くか。あら、うそ。面白くなってきやがった。